はい、今回の動画はショートカットキーを使って Excel で格子の線を引く方法をご紹介します。で、Excel で表を作成するときというのは、その表に格子の線を引くというケースが多いと思います。この格子の線もショートカットキーを使って引くことができるんですけども、今まで紹介してきたような同時に押すショートカットキーではなくて、一個一個押していくショートカットキーになります。それでは早速やっていきたいと思うんですけども、まずはその格子を引きたいセル範囲を選択をしないといけませんので、こういった形でデータがすべてきっちり入っているようであれば、コントロール A を押して全体を選択をします。次にこの今選択した範囲に格子の線を引きたいときは、一個一個キーを押していきます。まずは Alt キーを押してください。で、次にアルファベットの H、で、次にアルファベットの B、次にアルファベットの A を押します。はい、そうするとこれ今見てもらってわかるように選択した範囲に格子の線が入りましたということですね。で、あと引いた線を消したいというケースもあると思いますので、それも合わせて解説をしておくと、ではもう一度コントロール A で全体を選択をして、引いた線を消したいよといったときは、これは同時に押します。コントロールシフトを押した状態で、ひらがなのロですね、キーボードで言うと右下の方にあると思うんですけども、ひらがなのロのキーを押してください。はい、そうするとこれ今見てもらってわかるように引いた格子の線を全部消すことができましたということですね。はい、といったことで今回ご紹介した Alt、H、B、A とあとコントロールシフトとのですね、Excel で表を作成するときっていうのは格子の線を入れるケースっていうのは非常に多いと思いますんで、こちらも覚えておいてもらえると便利かなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。